東和夫は、将棋騎士。騎士番号は128。長崎県佐世保市出身。高島和樹を9段門下。日本将棋連盟理事を3期6年務めた。プロ入りから3年目の1979年度順位戦。C 級2組で8勝2敗の成績で3位となり、C 級1組に昇級。1983年度には、 第42期 C 級一組順位戦で9勝1敗で1位となり B 級二組へ昇級。比較的順調に昇級する。1986年度第27期王位戦でリーグ入り。挑戦者にはなれなかったが入りやすく落ちやすいリーグである大イリーグで残留を果たす。よくも残留している。 1> 第1期竜王戦の竜王ランキング戦は、順位戦で上位であったため、2組からのスタートとなった。この年度の2組で準優勝し、1組昇級を決めるとともに、初代竜王の座を争う本戦に進出。本戦では、中村治を相手に一勝を挙げ、7位となる。1993年度、第62期規制戦でリーグを突破し、 温泉トーナメントに進出。順位戦は、第59期に C 級1組、第62期に C 級2組へ高級。第64期と第65期で2期連続高級点を喫し、第66期は1勝6敗の陥落危機を残り3局、3連勝で免れるも、この期を最後にフリークラスに転出した。フリークラス最終年。 現役最終年となる二千二十年度は、第七十一期王将戦予選にて公式戦では三十五年ぶりとなる、谷川孝二との対局を行い、東が勝利した。二千二十一年三月末にて、フリークラス在籍期限を満了。同年五月十七日、第三十四期竜王戦6組小級者決定戦、小賀優勢戦が、公式戦最後の対局となり、 同日付で、現役引退。純粋な異飛車等である。相居飛車の場合は、相やぐで、盤面全体で戦う将棋が、圧倒的に多い。相手が、初手に6歩と刺して相掛か,かりに誘導すれば、8、4歩とついて、それに応じる。相手が振り飛車の場合は、地玉を固く囲わず、急戦で対抗することが多い。2002年前後からは、相居飛車では、 ご手番言って損角代わり、対、振り飛車では、アイアナグマを指すことも多くなっている。商談規定は、将棋の段級を参照。ありがとうございます。